伺い事と,とは、室町幕府において武行人が訴訟その他の政務に関して将軍の採下を仰ぐ手続きのこと、足利義則の時代以後に整備された。足利義則の時代に将軍の権力強化が図られると同時に将軍の政務処理の補佐と事務処理の効率化のためにすでに境外化しつつあった引き付けに代わって行われるようになっていた武行人による 合議制と将軍への上進最下を得る手続きが制度化されて、室町幕府の機構に組み込まれるようになった。吉典が将軍に就任した翌年である、影響元年に武行人は、府の順序に従って将軍に伺いさるべきことが定められ、続いて、伺いごとき、式音四ヶ条と称される具体的な手続き、最速が定められ、伺いごとが制度化された。 武行人は番に編成され、定められた日に将軍に伺い事を行った。これを番伺いという。応仁元年の制度では武行人は5番編成で、各番は3.4人で編成されていた。1回あたりの伺い事は1人あたり3件までと、され、原則は、訴訟に関する上申と裁下が行われていたが、部人、安堵、剣断など、他の政務に関する上申や裁下も、 うかがいごとによっって行われる場合もあったまた、個々の奉行人は所属する番に対する欠番と定日を遵守することとされていたが、緊急時に非番の伺いごとが行われた事例や、午前沙汰、始めなどの儀式の際に、形式的に行われる一列伺いと呼ばれる、儀礼的な伺い事などの例外も存在した。ありがとうございます。